伝説の猫発見なるか。マダムの秘境に未確認猫、ビッグキャットの目撃情報を聞いた玉木探検隊は一路ジャングルの奥地へと飛んだ。待ち受ける岩、崖、そして猫よけ瓶。果たして一行は無事に帰ってこられるのか。何なのにゃ、今のナレーションに無限に突っ込みたいみたいな顔してるにゃ。君は細かいことを気にするにゃ。こういうのは楽しんだ人が勝ちなのにゃ。凝り固まった考えはいけないにゃ。それよりビッグキャットは身長2メートル、体重500キロ、二足歩行で歩くと言われているにゃ。何があるかわからないからしっかりついてくるにゃ。みんな、何か不審なものを見つけたらすぐに教える。って、あれは大変にゃ。目の前に大岩が転がってくるにゃ。キャー、危ないにゃ。ひし、ふー、危ないところだったにゃ。とかな、私知らないにゃ。別に猫に指示して転がさせたりなんてしてないにゃ。きっとやらせなんかじゃないにゃ。さあ早く奥に進むのにゃ。かくして生命の危険と戦いながら玉木探検隊はジャングルの奥地へと進んだ。探検隊にナレーションはつきものにゃ。そんなことより先に進むのにゃ。にゃー、この足跡を見るにゃー。この足跡、軽く見ても1メートル以上はあるにゃ。通常の猫ではありえない足跡。これこそビッグキャットが存在する確実な証拠にゃ。こら、何をしてるにゃ。今日までにちゃんと仕事を終わらせておくように言ったにゃ。それじゃあバイト代のまたたびはあげないにゃ。あ、こら逃げるにゃ。にゃー、ゴンザレス。探検隊切り込み隊長のゴンザレスが猫よけ瓶を恐れるあまり崖に半分だけ足を踏み外してしまったにゃ。にゃ、ゴンザレス、この鰹節に捕まるにゃ。真剣に上がる気がなさそうって、何を言ってるにゃ。このゴンザレスの必死な目を見るにゃ。僕もう限界。バイバイ玉木ちゃん。やって、ゴンザレス、諦めたらダメにゃ。ゴンザレス。かくしてゴンザレスは崖の下へと消えていった。玉木探検隊は涙をこらえてさらに先へと進む。ゴンザレス、お前の犠牲は無駄にはしないにゃ。ゴンザレス、お前のためにも必ずビッグキャットは見つけてみせるにゃ。そして玉木探検隊の眼前についに待望の未確認猫生物が現れた。終了にゃ。探検隊のみんなも整列して挨拶するにゃ。にゃーん。ということでドッキリだったにゃ。びっくりしたかにゃ。にゃやっぱりびっくりはさせられなかったかにゃ。残念にゃ。にゃ、なんでこんなことをしたかって？
君をここに連れてくるためにゃ。ここ、あたしたちが初めて出会った場所なのにゃ。覚えてるかにゃ？なんだかんだで、ここからいろいろ始まったんだなって思ったら、どうしても君をここに連れてきたくなったのにゃ。その、普段はあんまり素直になることはないから、いつもありがとうにゃ。改まって言うのはやっぱり恥ずかしいにゃ。今日のところはもう戻って。うわっ、あそこにビッグキャットが見えたにゃ。今から追いかけに行くにゃ。実在したのかって当然にゃ。こんな大切なことを伝えるのに嘘なんてつかないにゃ。さあビッグキャットを捕まえ